さあこのエリアにやってきたんだけどまあ、一旦はこの部屋をいろいろ見てみようかまだここだったら若干暗いけど見えないことはないんじゃないかなこいつとかねまあ、そんなに目新しいものがあるわけではないんだろうけどまあ一応ファントムくん見ておくか このファントムくんは何を取ろうとしてるんだろうかこの義手を取ろうとしてんのただこれあれだよね。トイレにいたファントムくんと同じモーションだよね。はい。お手手が出てくるところを見ていこうと思うんですが、シックスもういねえな。<laughs> 送り届けた後のシックスはどこ行ったんだしまったな。 すぐに追いかけるべきだったな。見失ってしまった。いないね。すぐどっか行っちゃった。この手のところにもいないし。うん、ここら辺にもいないね。物をこっちに送り届けた後、どっか行っちゃいましたね。で、これの、これですよね。襲ってくる手って。確かにこれだけ。 思ったよりリアルだな。ふふふ。思ったよりリアルな手してますね。あ、でもこう見るとさ、もう違うよね。右はさ、あのー、義手っていう感じで、左は義手じゃないね。襲ってきてるやつは義手じゃないんだ。で、薬品類も、まあよく見かけるやつかな。で、こっち。 内側の方を見てみるとまだ義手が並んでるだけっちゃだけか上はどうなってるああんか所々抜けてるんだなさらに上に行っちゃうとすっぽ、うんなんだあれなんか突き抜けてる部分がこれぐらいかな で当然ドアの向こうああるわ <laughs> そっかそっかここにくんのかあでもこっちから見ると何もないんだけど一応こういう位置関係なんだあのこの後さあれ待って待って <laughs> スタンバトルやんお前ちょっと待って待ってお前もう2体いるやん <laughs> いやいやいやあそこにいるやつが動くんでしょだって なんでお前もここにいるん <laughs> ちょっと最初っから2体いるじゃん。おかしいよ。待って、実は2体どころじゃない ?3 体ぐらいいたりする一番最初に出てくるのってどこだったっけ奥ぐらいのとこから出てきたっけ暗くてよくわかんない。これかこれ手っぽいな。暗くてわかりづらいけど。 これ手っぽいですね。なるほど。それぞれ出現ポイントで、最初から待機してんだね。そうだね。ここガサゴソしたもんね、確か。ただこっちは動いてなくって、こっちは動いてる。もう最初からやる気満々ですね、こっちは。こっちはまだ作られてないんだね。 逃げるところはダクトのところはあるけどこっちはまだ作られてなくってでこのドアっていうのがこのあと戦う場所につながってるっていう設定なんだねで今最初に動いた手が逃げてったんだけど逃げてったお手手はどこに行った 逃げてったおててさすがにちょっとわかんないかなこれスタンバってるやつだしでは2体スタンバってんな <laughs> よく見たら逃げてったやつはいやわかんないなでそこが揺れるけど そこが揺れるのは別にここにまあ見てもわかんないよねわかんないっすよねそうっすよね動くなんかがいるのかなこの中に入ってんのかもしれないなもしかしたらおおおこれどっから聞こえたあでも後ろでスタンバってたやついなくなってる だからあいつがやっぱり動いてたんだ。ね。手2本スタンバってたやつが。いなくなってるもん。どこ行ったかまでわかんないけど。ああ、やっぱり動いてるとこ見るとあれだね。気持ち悪いね。リアルな手だね。これ誰の手なんだろうね。これだけ作り物じゃないんだよな。本物の手っぽいよね。 人間の手な感じがする。なんで動いてんのって感じだけど。で、ここで逃げて。で、逃げたあとは逃げたあと。あいないここにずっと残ってんのかなって思ったけど、いなくなってるねこ。こっから移動したっていうことなのかなこれ、そうか。 本来だと、ここからダクト伝って向こうに移動したみたいな設定なのかなで、隣の部屋だけど、ここでガタンゴトン行ってんだよね。このガタンゴトン行ってんのは、このダクトのとこだよね。ダクトのところからガタンゴトン行ってるんだけど、あ、言いはしないか、さすがに。見れないもんね。うん。 ダクト自体はこんな感じでちゃんとあるんですけどまあでも設定的にはここを通ってるってことだよねあの手はさっきのところの横側のダクトからこっちのダクトに入ってきてでこの上のところを移動してるとこれ行ったりしてくんねえかなさすがに無理かうん ま、こんな感じになってると。で、上から折ってきたよね上から折ってきた。あえなにこれここだけ色違いなのは何なんでもないか別に。この色違いのとこだけすごい気になるけど。でも、屋根上のところにはいないな。 上から降ってくるから上のところでスタンバってくれてんのかなって思ったんだけど確かこの辺りだよね持ってきたのってここら辺に隠れてないかなで一応ここにも絵があるんだけどここにあるのはまあまああれだねあのデジタルアートブックにあったやつとかどういうのかなあでもこの絵はなかったよね なんだこれなんか裁判みたいな感じなんかどっかの裁判風景みたいなのがあるけどおわっそっから出てくるか出てきたところがここなんだよなでここ見たけどいなかったよな出現したのかな いやー結構ギリギリ近づいてみても、いないね。うーん。急に出現パターンかなこれは。スタンバってるんじゃなくて。あ、その下か。これか。これですね。今回は動いてないけど、これがスタンバってる腕,腕ですね。 確かによく見るといるっちゃいるな。今度はこの倒れてる腕をちょっと眺めてみましょうか。うん。こうよく見てみると、人差し指がやけにでけえな。ふふふ。